日本と環境が全く違くて、スペインだともう小学校中学校からもう首切られる世界っていう形で、もうすごい勝負の世界を戦い抜いてきた人たちが大人になってもサッカーやってたりするんで、日本じゃ感じられないぐらい差があって面白かったです。頭も追いつかないし、技術的にも追いつかないというところだったので、そこをうまく整理できて、復帰した時には頭が整理できて戻ってこれたっていうのが一番大きいですね。J リーガーになって海外に渡って日本代表になってみたいなのを描いていたんで、それが現在叶ってないですけど、海外見てたからこそそこに行きたいっていう思いはありました。